場に来てるよー。おー、お前ら最高だぜ。おー、てかさ、俺ら大井町の人ってなんか大井町ジャップとか言われてるみたいで、なんか俺らは変わらず恵比寿ジャップって伝えたいんだけどさ、それな、そもそもの、それな、それだな、それだ。見てあいつ。3個あるじゃん、3個あるじゃん。ああ、そこも面白いわ。3個あるじゃん。それで始めね。ってことでリーダー、はい、なんでエビスジャップなんですかね。なんでエビスジャップか、これはね、みんなによく覚えておいてほしい。これはね、大事だから、大事、俺らにとって大事だから。俺ら大井町って言ったのかな。大井町ジャップですよね。まあ、エビスジャップって名付けたの、まあなんでエビスって付けたのかっていうと、まず俺らが3人ともエビスに住んでて、エビスで仲良くなったからっていう理由はもちろんあるよ。そうだね。それに加え、加え俺たちは日本語のヒップホップが大好きでね、全員で、エビスビーツっていうバンドメーカーがいるんだけど、めっちゃチルいんで、な、あ、めっちゃチルい、俺らが大好きなトラックメーカー、大好きなやつ。だからハマった初期に聴いてたのがエビスビーツとか、ね、で、そのエビスビーツ大好きなのよ。まあ特に俺がね、特にお前がね、特にお前がね、うん、お前ら全然好きじゃねえかも。しっかり好きだよ、しっかり好きだよね。で、まあ俺は結構エビスビーツになんか救われたというか、感情をめっちゃ揺さぶられた。まあヒップホップに言うと食らったみたいなところ、はあ、はあ、うん、こういうなんか人を幸せにする作品を作りたいなっていう思いを込めて、うん、そのエビスビーツのエビスそのままつけてる。そうだね、エビスじゃん。 V、 そう、 EVIS ね。そう、 B にしたこいつめっちゃ怒る。うん、細かいよ、細かいね。だからエビスって俺らは一生住み続けるわけがないから、うん、バリとか住みたいし、ハワイとか住みたいし。そうね、多分これからいろいろ住むところは変わっていくと思う。うん、うん、そうね。だからまあ、根幹の意味としてね、そのエビスビーツが由来にあるということは覚えておいてほしい。はい、はい、ジャップは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 何なんですか。ジャップは、ジャップは結構きますよ、なんかサブ強語じゃないんですかとか、いろいろきますよ。サブ強語、サブ強語がジャップというか来るんですよ。来るんですよ、全部の通りだよ。見るんだあーということでね、いやでも食べってことって言うけどさ、俺らハーフとかすごさあるんだよ。純正の日本人とか、純正だから、アトムだ、アトムだ、アトムやって。空を越えてララララ星の彼方。え、懐かしい。で、純ジャパナなわけ。だから黒人がワッパッキューニガっていうのと一緒だよ。ジャップっていいじゃん別に。いや、何も入ってこない。ジャップって響き俺好きなんだよ。うん、うん、言いやすいよね。そう、だから日本人ジャップっていうのさ、うん、浸透させようぜ。食べ物っていうさ、ふりやめて。過去のしがらみですからね。うん、イエローモンキーとかはさ、食べてようかもしれんけど、かっこよくね。ジャップはよくね。でもさ、イエローモンキーもバンドじゃん。あ、バンド名イエモンね。いや、あれすごいいいと思う。確かに合うね、いいね、いいね。俺もあれだ、あれやりたい。あ、俺もやりたい。あ、俺でもかっこよくなっちゃうんだよ。いや、かっこよくはないぞ。かっこよくなっちゃうんだよ。あで、なんでジャップかっていうと、うん、俺らね、そのゆくゆくはその Vlog 系の YouTuber になりたいと思っていて。めっちゃ濡れてるよ。あ、失礼失礼。Vlog 系のノーダメ。早い反応。でね、おー、ノーダメ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 。え、なんでジャップなの。ほら、まあ俺ね、自信家なのよ、うん、お前らは割と謙虚かもしれない、 YouTube に関しては、うん、俺は自信家なの。日本を取って世界取るかもしれないじゃん、世界行っちゃうかもしれないじゃん、もしかしたら。だから始める段階で、まあ、最初フジ TV だったんだけど、
3人になった瞬間にもう俺はもうバックの3人までいけちゃうと思った。だからあの分かりやすいようにジャップつけて。なるほどね、なるほどね、そうかそうか、呼びやすいし、日本人のチャンネルなんだなってすぐ分かる。確かに、うん、お前いつ言われた？エビスじゃん。タクシー。あ、タクシーだ、タクシーだ、うん、あ、いいよ、いいよ、ね、マジ、うん、お前らで決めて、うん、俺決めたわ俺やま俺ら、エビスじゃん。あそうなんだ。あ、俺相談なしに決めたんだ。そうで、俺は、いいよあ、そう、だからタクシーでさ、参入者になってて、なんか、お前その話してるとき、森山なんかもうずっとそう見てんの。ああ。2回目みたいな顔してああ。そうか。そういうことか。確かに。なんか悩んでたね。お、どこを大文字にして、小文字にするか。ああ、悩んだ、悩んだ。だからね、俺らには結構、まあ、あの、愛着がある名前なわけよ。そうだね。プって入れたかった。ハピプペポ入れたかったね。破裂音だ。そうそうそう、印象残りやすいもん、ね、あのそうピコ太郎がなんでヒットしたかみたいな記事を見てさ、うん、やっぱパピプペポがいい。ポポテピピック。そう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 、やっぱ馴染みやすい。ピコ太郎、ポケモン、ピカチュウとか、うん、それ話したよね、前の動画で。うん、ちょっとプエビスジャックだったら登録者2人だったひでえプのおかげ。危ねえ危ねえプのおかげか。うん、だから大井町ジャップにはなりませんということです。はい、そういう話でしたね。略称、略称は、うん、あ、略称ね、略称エビジャ。なんかエビジャになったんだ。うん、うん、エビジャ。俺がするのは関係エビジャ。カワイイ牛丼毎日食うもうやめねえこれ一生変わらねえよえ、あ、まだ洗い終わってないの俺だけ。うわぁ、うわぁ、うわぁあ、お疲れ様でした。すいません。なるほどね。次は叩いていいよ。どうぞ叩いて。はい、こっち叩いていいよ。怖い怖い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 。怖い。動画を消されたら動画を上げ直せ感謝。はい、わっさー、わっちょねーしーん。あ、そういえばさっき外人のさ、カメラマンのモデル俺らやった。マジでなんかずっとやらされてたんだよ。あ、そうなの。そう、あの、そこでさ、うんうん、なんか俺とケスがまあ、とある事情でスーツを着てたんだけど、うん、とある事情で、こう、歩いてたの。そしたらなんかずっと撮ってんの、うん、そしたらなんか、なんだっけ、グッドコントラストみたいな。あ、そうだ、スーツと緑がいい感じで生えてるよ、ネイチャーネイチャーなんか、こっちを見ないで二人で歩いてナチュラルに喋ってくれよみたいなことで歩きながらこの外人何歳だろう24ぐらいじゃねこいつマジ撮るやん、めっちゃ撮るやん喋りながら歩いてグー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 日本語分かるやつすごいっすねその説もある。24は何やねんお前先ほどはモデルになっていただきありがとうございましたじゃちゃんとメアド交換したからその写真もらう。よし、じゃあ行こう。じゃあ次ができた。あ、これね、本当に足の裏痛いわ。あ、俺いいこと考えた。靴下履けばいい。で、捨てればいい。あ、ケースケもエコだね。一人だけエコって逆やろ。よし、声